さん、スプスプです。今日はね、今韓国でめっちゃ人気のライズティントって言われているエティドの新商品オーバーグロイティントをレビューをしてみようと思います。まずはケースから見せます。ケースはこんな感じの透明感があるガラスみたいなケースですよね。可愛いですよね。これめっちゃ人気で私も気になってます。6개의컬러로나온것같고가격대는한국에서만원대로팔리고있는것같아요。スチョカラ見せます。手に塗ってみるとこんな感じの薄く塗れるテクスチャです。水分感がちょっとあるから乾燥しなくてしっとりしていって気に入りました。そして時間が過ぎたらすぐツヤ感がもっと出るテクスチャです。最近韓国で流行しているツヤツヤなリップですよね。唇にも塗ってみます。これは4号です。私の唇の色がちょっと濃いから濃くなりました。1回目塗るとこんな感じになります。そこまでツヤが出ないですけど、時間が過ぎたらツヤ感がもっと出ます。입술에그주름사이사이를좀채워줘가지고입술을자연스럽게좀볼륨감있게만들어주는느낌인것같습니다。もう1回塗ってみます。私がこのティントを使った感想は、1番目塗った色と2番目塗った色が全然違くなる感じで、そうですよね、めっちゃ濃くなりましたよね。1回目塗ったツヤより2回目塗ったリップのツヤがもっと出るから、私的には1回目より2回目塗ることが可愛いと思います。2回目塗ったらすぐリップのボリューム感も増えたし、なんか입술에더볼륨감이생기는느낌입니다。한번바른거랑두번바른거의느낌이진짜달라서이광을좋아하시는분들은두번씩발라주셨으면좋겠어요。このリップは塗る時には水のテクスチャーですけど、塗った20秒ぐらい過ぎたらすぐツヤが出ています。それでオイリーじゃないかと思う人たちといると思いますが、私的にはオイリーだけどべったつかないですので気に入りました。これでしてもそんなにべったつかないです。韓国の有名なリップティントと比べたら、ロム&のジューシーレスティングティントとちょっと同じっぽいで、私がおすすめしたホリカホリカのグローティントよりはツヤ感が低いです。だけどホリカホリカよりデイリーなリップにはもっと合うと思います。次はカラーバレーションを紹介しようと思います。6号まで出ました。1号は一番人気があるみたいです。説明では落ち着いたコーラル色だと書いてありましたけど、私が思ったらちょっとブライト系のコーラル色でした。それでこの色はイエベ春の人たちにおすすめしたいです。このティントは1つ目塗った色と2つ塗った色が全然違うから、1回塗った色はちょっと春に合う色だったんですけど、2回塗った色はちょっと秋っぽくなっちゃって、ちょっと色味が難しいと思いますよね。2番目の色です。2番はこんな感じです。この色はすぐ見てもイエベ春の人たち、スキントーンが明るい人たちに似合うと思います。ピッチ色です。1回目塗った色はこんな感じ、2回目塗ったらこんな感じになります。
何回か重ねて縫ったらこんな感じです。重ねて縫ったらもっとツヤが出ているし色味も強くなるから、이거하나를사용해서바깥쪽에는조금한번만바르고안쪽에만조금더발라서이렇게그라데이션하기쉬울것같습니다。한제품으로도그라데이션이가능한립인것같고요。次には3号です。3号はこんな感じの完全にリンゴ色でした。엄청쨍한브라이트한빨간색깔컬러여가지고이에베하루노크리아타입분이오스스메시타이데스진짜그백설공주사과같은느낌완전과즙과즙한립좋아하시면좋아하실것같습니다。そして次は4号ですね。4号は私が今塗っている色ですけど、ちょっと落ち着いた感じのベージュブラウン色です。こんな感じです。1回目塗るとこんな感じ、2回目塗ったらこんな感じになります。特に4号が1回塗った色と2回重ねて塗った色が全然違う色です。この色はちょっと落ち着いた感じでイエベアキのミュートトーンにおすすめしたいです。この色個人的に雰囲気があるから気に入りました。そして私が思ったらこの4号が日本の方々が好きな色じゃないかなと思ってます。ムッドな感じを演出したい時に塗ったらいいと思います。次には6号です。6号はこんな感じです。すぐ見てもブルベ向けの色じゃないですか。1回目塗る色です。1回目塗ったらなんかブルベ夏の方々におすすめな色ですけど、もう重ねて塗ったらすっごく濃くなってで、ブルベ冬のクリアトーンにおすすめしたいです。そして最後は6号です。6号はちょっとパープル色が入っているモーブ色でした。可愛いですけど、モーブ色ですけど、ちょっと派手なモーブだと思います。ほどが많이들어간느낌ピンク계열인데좀차분하지만색감이좀쨍한느낌이에요。1回塗った色と重ねて塗った色が全然違くなります。全然違います。こんな感じです。何回か重ねて塗ったらブルベの冬の方々におすすめしたいですけど、딱한번발랐을때는되게모브빛이많이돌아서약간여름쿨톤뮤트톤분들에게추천을드리고싶었는데여러번덧바르면모브컬러가아니라베리컬러약간포도느낌이나는컬러로바뀌어가지고쨍하게좀바뀌는편이어서요거는개인적으로는겨울쿨톤이신분들께추천드리고싶습니다。次は지속력です。지속력은좀이광자체는뭔가를먹거나닦거나하면은광은바로사라지게됩니다。하지만착색이진짜진하지않아요？그리고이틴트자체가처음에발랐을때보다시간이지나면서광도올라오면서착색이되면서색깔이조금더어두워지는경향이있어요。그래서이제품은살짝생각한톤보다조금더어둡다고생각하셔야될것같고，이런착색같은거는휴지로닦았을때많이남아있는편이어서요즘유행하는멜팅밤을바르게되면은광은너무예쁜데뭐먹거나하면은착색이거의없는편이어서다지워지게되잖아요。그런게아니라착색은좀남아있게돼서저는마음에들었던것같습니다。次は私的にレビューをしてみようと思います。まずはエチジュのオーバーグロイティントのいいところは一番水分感があって塗り心地がいいところです。2番この水分感の持続力が長く続いてます。乾燥しなくて편안한입술수분감이오래유지되는것같아요。3番ツヤがめっちゃ綺麗に見えます。별로신경써서발라주지않아도광이입술사이사이를메워줘서되게반짝거리고볼륨감있는예쁜립을만들어주는것같습니다。4번ツヤツヤなリップで오히려だけど베타つかないことです。
そして5番1回塗った色と2回重ねて塗った色が全然違くなって、この一つでいろいろな演出ができることです。だけどこのティントの残念なところもあります。1番香りと味がちょっと最近出ているティントよりはの味が出ます。약간요즘에나오는틴트들은뭔가과일향이난다거나아니면은맛도먹을수있을것같은맛이나는데이틴트같은경우에는되게화장품의향과화장품의맛이에요그게조금호불호가있을것같아요そして2番입술착색이있어서괜찮지만이광택감은조금만닿아도광이바로사라집니다그래서수시로발라줘야되는것같아요3番色が1回塗ったら透明感のある感じで塗りましたが時間が過ぎたら黒なリップだからちょっと濃くなります。착색이조금진하게되는편인것같아요그래서제가아까처음에발랐을때랑지금이랑색깔이완전히달라졌지않아요엄청진해졌잖아요특히나솜발색한번했을때보다이렇게입술에몇번발색하고시간이지나면은엄청진해져서그여리여리한컬러감을좋아하시는분들께는조금안맞을수있겠다라는생각이들었습니다그때4번수정화장할때보통쿠션으로이렇게두드리고난다음에이걸바르는경우가많은데그렇게여기입술자체에살짝파운데이션이남아있으면은이걸바르게되면은입술사이사이에하얗게파운데이션성분이좀끼는경향이있어서그렇게말고입술좀깨끗한상태에서발라주시는것을추천드립니다そして最後は色味がちょっと好きな人は好きだと思うんですけどちょっと濃くなるし컬러자체가쨍한느낌이어가지고호불호가있을것같은느낌입니다그게아쉬웠어요だけどこのリップは一つでいろいろな演出ができるからおすすめしたいですそして私がこのリップのコツを一つ教えします。このティントは何回か重ねて塗ったらすぐ濃くなるから唇全体には1回塗ってその後にリップの中央部分にもう1つ塗ったら自然にグラデーションができて可愛いです。そしてこのリップはツヤがすっごく出るからリップライナーを使ってリップラインを막아준다음에입술안쪽에만요색깔을바르면조금더부담스럽지않게바를수있을것같습니다このオーバーグロイティントは4月26日に日本で販売スタートする予定だと聞いたので楽しみにしてます。楽しみにしてくださいね。それで今日の動画は終わりです。気になる韓国コスメとかあったらコメント欄にぜひ残してください。さらによ。ではバイバイ。